今日はもう翔吾に、教えるぐらいの感じで見ていきたいと思います。まあ、こうやってまあドリブル、まあ、ボールを運んできて、まあ、パスアンドランして、でまあこうやってすぐフィルっていう、その次のスペースを埋める、スペースリプレイスして埋める。でこれが一番ね、次のプレーが一番見えるんだけど、まあこうやって今この選手がまあ外にまあプレーメーカースポットに行くぐらいな感じで、まあこれも今フォーアウト、ワンインだね。ディフェンスがまあ寄ってる。でもまあ大体結構今これインサイドに寄ってる、ボールに。でも次のドライブをめちゃくちゃ見てほしいんだけど、まあこれ先に言っておくと、ドライブは左に行ったら左に動く。で、右に行ったら右に行く。っていうので、まあ見ていきましょう。まあ、このドライブに対して左に行ったら、ドライブが左に行ったら全員左に動いてるね、ほら。でこれでこのここをねちょっとね見てほしいんだけど、やっぱりねディフェンスがね、このチームはまあ結構パックディフェンスっていうか、まあそのここにドライブに対してすぐ止める、でその後の、まあ、この選手がヘルプするっていうのなんだけど、全員が動くことによってこの選手をのカッティングに対してこの選手はディフェンスしなきゃいけない。だから自分がノーマークになりやすい。でこの選手は行くんだけど、本当だったら普通のチームはこう止まってる。だけど自分たちのチームはここに今さっきいた場所から、ね、ここからね動くので、自分はここからずっとバーッとコーナーまで行って、ディフェンスの目線が切れてノーマークっていうか、まあ結構効果的なシュート打って、まあはい、まあ、こうやって、まあ、ちゃんと見る。で、こういうシュート。で、こういうね、本当にもう、いいシュート打つ。で、これがね、まあ、ちょっとまあ見てほしいよ。はい。まあ、これがね、これなんかもう3つ今いいことがあったんだけど、わかった。わかんないよね。で、これね、もう簡単なシュート、ただのシュート。だけど、思うじゃないですか。ね、ただドライブして、キックアウトした。この中にね、3つ、いや4つぐらいね、ポイントがあるんですよ。見ていきましょう。まずね、まあ、自分が持ってきて、ボールも運んできて、ドライブする。で、この時に今、まあ、4アウト。で、1人でプレイメーカースポットね。で、1人も遅れてくる感じ。で、この時に対して、まあ、右ドライブ行ってね。右ドライブ行った時にもう、まずこの選手がもう、右に動いてる。この人の右に動いて、しっかりとスペーシング。で、ディフェンスが、まあ、今、自分が、まあ、なんていうの、チェンジオペースっていうか、ヘジテーションして、まだアタックしたから、この選手がディフェンス出るよね。で、それに対して、まあ、ここの、この選手がこっちに動いたことに対して、この選手がヘルプ行かなきゃいけない。っていうので、次この選手がね、ここに来るっていうか、まあ、その、まあ、オープンなんだけど、ここにいたら、コーナーにいたら、そのままだったらね、ポジションっていうか、そのビジョンが、自分のビジョンが、ね、ないところからのパスになっちゃうから、この選手がすごいいいボールですよ。ちょっとずれるの、ここに。もう見た。で、そこで開く。で、本当に、まあ、一番いいチームは、この選手がここに行くんだけど、ここまで下がっていって、ここのボールを見れる位置に行って、まあ、どっちかに行くんだけど、この選手も最後いいプレーション。もう一回行くよ。振りました、はい、でここ行った時に対してこの選手がねちゃんと後ろにリプレースしてるの。だからこの選手は釣られてこっちに動くしかない。だからこの選手がフリーになる。でこういうシュートが生まれるっていうね、この右に行ったら右に行くっていうか、ドライブに対してすぐしっかり動く、でそのいいポジションを見つけるっていうので、こういうシュートは成り立ってる。簡単に見えるけど、少しのねそういうところが大事です。はいはい、次ね、パス&カット、パス、ドライブ、対して、まあまあ、ここで止められちゃったから、次、後ろがもうすぐ来てるね、来てる、パス。まあ、これに対して、今のもう、まあ、正直、自分はね、バックカットしてるから、ちょっと待てば、ジャックがね、ちょっと待てば、多分ね、空いてた。見て、ここ、空いてる。フェンスに動いてる。まあ、でも、まあ、これでもね、次の動きがあるから。で、ここに入った。
相手ね、まあ、ポジションですね、まあ、俺が結構ね自分が意外とプレイメーカースポットで持つことが多いです。プレイメーカースポットっていう名前の通りプレイをメイクするっていうか、まあ、プレイを作る選手が行くことが多くて、まあ、ガードの選手が意外と自分のチームは行ってそこからドライブをしたりとか得点したりとかそういうのが多いです。でここでカッティング、俺もカッティングもまあリングに行くって、まあ、2人カッティングしたよね。でこれに対してディフェンスがねやっぱねもう目線が切れてついていっちゃう、本当どこのチームもいいディフェンスのチームはちゃんと見るんだけど自分らのチームとかはちゃんと見るようにしてるんだけどそういう選手チームいるんだ。だからこれで、まあ、今ここに、まあ、こっちにスペースあるんだけどこっちの、ね、選手たちがもう全員リプレイしてくるからここのスペース意外とないの、こっちが。まあでもその時もあるんだけど、まあ、この選手がちゃんと早く来てるとか、まあ、これちょっと遅れてる。でもここにドライブする、自分がねドライブしたらディフェンスにやっぱりね相手のね、まあ、どこのチームも一緒なんだけどちゃんとやっぱここにヘルプ行くっていうか、このヘルプ行ったらこの選手がヘルプでこの人も下がって2人にっていうのがあるんだけど、それに対して自分たちのオフェンスは後ろにしっかりここまでリフェンスする。これめっちゃ見てほしい。これ、ね、ちゃんとねジャックがねここまでねジャックだよが一番の選手がここまでちゃんと来てスペースをよりいいスペースを取ってシュート。だからロングクローズアウトになってファイルポジション、ね、まあ、プッシュするね、まず、まあ、パスから始まる。これがね一番もう本当にもうこれピックアンドロールでも多分使えると思うんですけど、まあ、ドライブに対してこのプレーが一番本当に一番効果的で一番点数が取りやすい、めっちゃ必見です。まあ、これ言ったでしょ、これドライブ行って左行ったよね、うん、左行くよね、そう左行く、そうそうそう、でこの選手が左行くよね、でもここにいるじゃん人、うん、これどっち行く、プレーメーカーそうそうそう、か、まあ、こうやってこっち側に動くよね、バックアップする。この動きがねディフェンスがねボールに行ってこの選手とかも見てるからやっぱこっちに行くんだよ。だからこの選手がフリーになる可能性がめちゃくちゃ高くて、こういうですね簡単なシュートがある。やっぱこの選手もねこっちほとんどのチームはねやっぱりドライブに対してね止まってんの、ここが。でこの選手はすぐここに戻ったらいるっていうのが分かってる。でも、まあ、本当はね 見てれば分かるんだけど、でもこの選手が行くことによって次この選手が次来たりとかで次こっちにプレーメーカースポットにこの選手が来てまた使いたいとかするんだけど、でもこういう簡単な人がめちゃくちゃ生まれる。だからこういうイージーシュートが生まれるからディフェンスはどんどん中に収縮していって、それでここで例えばここで次のプレーめちゃくちゃいい。次はこれも一緒ね、まあ、フォーアウト、うん、でこの選手はね本当はここにいちゃダメなんだけど、うん、悪いよねこのスペースは本当に悪い、どっちかにしっかり行くべき。でここでドライブする、まあこの時も動いてるからちゃんとそうそう歩いていく、まあいいんだけど、これドライブに対してどうする、こっちこの選手は、え後ろ行く、いや違うこっち右来たら、はい、右行く、そうそう、でもまあ自分はねこれちょっと自分もサボってたからちょっと止まってる。この選手はでもちゃんと動くからどっち行く、右やからそう真っ直ぐ真っ直ぐ。でこの時に、まあ、これがね、まあ、この選手ちゃんと動いてる、ね、リプレイしてる、ね、うん、この選手は本当はねこっちにいたから本当はもうちょっとコーナーまで走ってほしかった、したらいいシュートが簡単に打てる、この選手がもう中にいるからね。でもこの選手はここしかパスするとこないからパスするんだけど、でここでもらった時にもうすぐねパスもらう前に判断する、うん、どこに行く、そう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 、でここでもうシュートがもうビッグマンがいるからシュート行ったらブロックされる、だからここにパス、まあこの選手もねやっぱりほらここにもしいればディフェンスが行ったりとかこれ迷わせることができるからパス展開したりとか、でまあこうやってなることによってまあねそれでもロングクローズアウトになるよね、ここ、まあ、展開自分らのチームでねワンモアって、うん、でドライブに対して次のパス、このパスに対してこの選手はシュートかパスしかない、ドライブしたらこれ今どこからパス出た、そこ、そうそう、これも分かるんだけど、でここから出てるってことはディフェンスがどこに残ってると思う、えディフェンス、そう今ちょっとまあちょっと難しいけど、ここからパス出たよね、うん、どこにディフェンス残ってる、ディフェンスどこ、ディフェン
選手みんな真ん中いる。そう、真ん中いるでしょ。ってことはそのこのパスに対してドライブしたら、うん、残ってるところにまた行っちゃうってこと、うん、だから効果的じゃないっていうので、この選手は絶対ワンモアって言ってシュート、まあノーマークだってシュートでいいんだけど、うん、またそれもね、まあ、状況によるんだけど、ドライブ対してはドライブっていうのもあるんだけど、まあ、できるだけその方が効果的、 10回中9回はシュートかパスの方がいいっていうので、まあ、次やって、でここはクローザーと思って、まあ、パス展開で、このドライブに対してもまだ勝ってない。これすごいめちゃくちゃでもいい、いい風にボール守って、もう一回見てほしい。一応後ろにも空いてなかった。うん、そうそうそう、後ろも空いてんだけど、まあ俺が見えてなかった。覚えて、俺がまあ見えてなかったのもあるんだけど、まあ、これでねちゃんとカッティング、なんかここでまあ出してもいいんだけど、この選手はねスリーポイント確率がね低い、低い30% だ。それも考えて、まあいろいろプレイできる。じゃあ次この動画ね、まあ、これもパス、カット、まあ、バンプされたりもする、ドライブに対して次リプレイしてね、ほらリプレイしてる、動いてる、まあ、展開する、でもワンモアでしょ、でドライブダメ、後ろパス展開でワンモアでしょ、でこれに対して、まあ、みんな動いてるの、ここで、ディエンスはね、今ね、外からやっぱ見るの、これ、もう、どんだけ、やっぱいろんなね、ドライブ何回も繰り返したら、ディエンスも疲れてきて、棒立ちみんな、ほら、この選手はまあいいけど、棒立ちでしょ。で、今これ、自分がフリーなんだけど、この選手、今気づいたの、俺が呼んでるってこと。で、この選手も、まあ、この選手、だから、スリーないから、離されてるけど、でもここでね、今行くの、こうやって、ヘルプ。で、その時に対して、この2人立ってるでしょ、まあ、どっちかがカットしてもよかったんだけど、自分がねやっぱりこのディフェンスを読んで、これね、もうこれもう この人はもうここに、俺が自分がここにいると思って、このパスに対してスティールになってる。で逆にここにバーンっていったら、ディフェンスがねもう予測できないから、視野がこうじゃん、でそこに後ろから来るから簡単にしよう。でこういうディフェンスを見てカッティングするっていうのが大事。パスドライブで後ろに行って、でまあパス出せないから行って、でこれまたプレーメーカースポットでドライブに対して、まあ、これ本当は入ったんだけど、自分がね多分ねダメだった。でこれもドライブのやつで、この選手もねやっぱヘルプ、この選手のディフェンスがねやっぱ曖昧っていうか、ヘルプポジション、いいポジション取ってるんだけど、普通のチームだったらこの選手がね、まあこっちに合わせてもよかったんだけど、ジャックがね、ちゃんと見てるの、これを。こっちのこの選手も右に行くっしょ、俺が右行ったらこの選手も右に行くっしょ。その時に対して、ジャックはこの選手が、右に行ったら、ここに行ったら、ディフェンスがまだ視線にいるから、そこじゃなくて後ろにここ下がる。で、ディフェンスをしっかり見てるから。で、そこで、入って、で、ワンフェイク入れて、こうやって入れるのもジャックの強さだけど、フォークを持ってくれる、すごい。次、まあ、カッティングね、ドライブパス、カッティング、パス、ドライブ、後ろ、で、ドライブ、で、これがね、本当、めちゃくちゃ綺麗、これも綺麗。ここからもうみんな左にちゃんと綺麗に動くから、綺麗にみんなこうやって動いて、からほらノーマーク、こういういいスペーシングね、同じ距離で動いてるかみんな。はい、これもリバウンド取ってポジションレスで持った選手が動く、阻止する。でもまあディフェンスがセットアップしてからしっかりやる。ドライブでコーナー空いてる、ワンモアワンモアでアタック、パスパスパスで、ドリブル、これもね、まあこれは後でまた言うんだけど、まあドリブ、あのパスできない時にドリブルする、でそれでまた動かす、またプレイメーカースポットね、ポイントガード、まあそんな感じで、ドライブに行けない、アタック。でもこんだけどんどん動いてるから、もうディフェンスがね、ほら見て、もう全員がね、もうドライブに対してもう収縮しまくってるから、そこに一発ドライブして、まあ、時間ないっていうのもあるんだけど、ドライブして、ほらもう4人がもうこんなとこに、しかもみんな空いてるんだけど、俺はまあこの中でまあ一番シュート自信あるやっぱ選手じゃん、ジャックがね、だから一番のジャックにパス出すんで、もう1秒
ってないけど、まあ、いいね。もしね、リバウンド取った選手がプッシュする。キックで、まあ、戻ってきて、ダッグ。対して、これも一緒ね。うん。右に動くか、右に。まあ、ジャックは本当に動くべき、俺は。ここにいたら、スペースがないから。うん、まあでもこれが逆にディナイされてるから、うん、でも動くべきだね、ここに。で、ニックがこう来てるから、で、後ろザックが行って、で、これもらって、まあ、これもギリギリなんだけど、もらって、フリーだね、結構フリー。ドライブに対しても、これ逆にここはもうヘルプがもう行ってない感じ。で、これ、この選手しかいないから、この選手が行って、で、ジャックはね、多分もう見てんの、ここで。これ見て、このともうこの選手がもうこれまで来てるからもうの、まあ、俺が手挙げてるっても分かりやすいんだけど、これでもう完璧なんだ。でこれドライブする長いもすることによってディフェンスがもう完全に崩れるでしょ。あと何個くらいかな。おお。そう、これもこれもね、一見簡単なただのノーマークシュート、まあ、ディフェンスがね仕掛けてるっていうのもあるんだけど、これも自分がねほらプレーメーカースポットにいて、ディフェンスがもうここで、まあ、この選手が仕掛けるって分かるじゃん。でその時にもうここでもう上上がれってこう言って上がって、すぐねこのポジションをしっかり取ってコーナーに行く。ここによって多分このディフェンダーが走り回ったから、そう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 っていうのは、まあ、相手のその状況にも合わせてどこにスペースが空いてるか、中なのか外なのかを見てやる。グラブに対して後ろね、カッティングして動いてる。で次後ろが後ろに来る。グラブに対して後ろ、後ろへ、後ろ、横。グラブに対してカッティング。っていう感じで、まあこういう時に。たまにね、こういうドライブに対してここのカッティング、これも一緒なんだよ。これも左行って、ここ詰まってんじゃん、みんな。ここも空いてたりするんだけど、このディフェンスが良かったの。だからこういうディフェンスに対してはもうパスがないから、ここでもらうよりかはガッて入っていってドライブしよう。まあ、これはね、自分のフィニッシュ力が足りなかっただけなんだけど、まあ、こういうのは絶対ね、いいシュートだから、ドライブに対してドライブもあり。で次に、まあこれがラストっていうか、まあ6個目で、まあ、ドリブルハンドオフを使うチームが多いと思うんだけど、それじゃなくて自分たちはドリブルアットサムっていうか、どういう意味ドリブルアットサム。いや英語だよ、英語、バイリンガル。サマ違う違う、サムドリブルアットサムン、ドリブルアットサム、誰かにドリブルしない。そう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 、ってことで誰かにドリブル、例えばドリブルアットグリフィン、うん、じゃあグリフィンにドリブルする、うん、それがあのバックカットの合図になってて、まあ、パス出せない時もやっていいんだけど、まあ、今このここからドライブ始めるよりかはここから始めて、ボールがここからずっとこういう風に動く、まあ、次のやつが動いてるのにちゃんと分かるんだけど、こうバッカッティングさせてパスがどんどんもうコース2コース2コースじゃないけどイースト2ウエストっていう感じで動く。でこれをしっかりね、まあ、スクリーンかけたりとか、まあ、スクリーンかけたりもしてるんだけど、いいスクリーンだったよね、今。でこういう風にパスして、すぐ動く。リプレイスベース。ね、二人スクリーンかけて。だから俺のマークも。っていう感じで、スクリーンかけることも大事。これもう一個かな、これも。これをバックカットして、このね、ディフェンスが、やっぱこうね、こうやってバックカットすることによって、後ろに。そう、後ろにやられちゃうから、ヘルプしなきゃ、ヘルプじゃなかった。あ、やばい、やられたと思って、こっちに行くの。で、ヘルプのポジションが、なくなって、ほら目線が見えなくて、で俺自分がドライブして、でもここ行かなきゃとか、こういうなんか半端な気持ちがあって、レイアップになると、っていう感じで、まあ6個あったけど、1つ目が5アウト、4アウト、うん、で2つ目が、プレイメーカースポットで、3つ目がポジションレスバスケット。覚えてる？そうそうそう、まあ難しい、まあいっぱいやったからね、うん、4つ目が、まあ、パス&カップ、うん、パスしてカッティングしてスペースを作る、バックカット、そうとかね、
で5つ目が、ドライブに対して動く。あ、これ覚えてる。左に行ったら左に行く。そう、右に行ったら右に。そう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 。で6個目がドリルアット。でそれが、まあ、バックアットの、タイミングを、まあ、合図というかそういうことでドリブルアットしてバックアットのタイミングを作っていく、まあ、その他にも、まあまあさっきも言ったんですけどドリブルからのジャンプシュートとかがなくてなしっていうか、まあ、極力なしで、クロックダウンが、まあ、ショットクロックが6秒以下なったらジャンプシュートも OK ドリブルからのジャンプシュートでもそれ以外はほとんどキャッチアンドシュートドリブルやることによってね下がるのシュート率ってだからキャッチアンドシュートのシュートかドライブからのレイアップかっていうのでそういうので効果的なシュートを打つまあこれがまあセットプレーじゃないから結構スカウティングにも強いのセットプレーだとこうしてくる相手に対してこう守れるよねとかあるんだけどこれは結構ねその決まり事っていうかプリンシプルって言ってまあそんなんだから意外とスカウティングにも結構強いで、まあ、まあ去年ねやられたのはまあ、怪我人が多かったっていうのもあるんだけど、うん、それでも去年、まあ、400個あるディビジョン3の中でも3ポイントパーセンテージは全米で7位でしたでもやっぱ怪我人とか多かったから去年は勝てなかったっていうのがあって、まあ、その中で一番やられたのが、まあ、ゾーンディフェンスされた時に結構一昨年はね結構ゾーンディフェンスにもちゃんとできたんだけど去年やっぱチームが若かったこともあって普通にそのオフェンスをやればちゃんとできるんだけどそれがまた共通理解というかそういうのがなくてできなくてなんかあこうやればいいっていうので勝手にやっちゃったりとかそういうのがダメでゾーンディフェンスに負けたっていうのがありましただからまあゾーンディフェンスに対してもしっかりと同じ動きをやるっていうかまたそれもまた動画でいろいろと見せていければなと思いますまあ去年はねドリブル間ジャンプシュートなしって言ってたんだけど今年はねやっぱねチーム的にもキャッチアンドシュートの確率がめちゃくちゃ高い、はい、ってなると次やっぱりドライブに最初のドライブから始まったりとかパッティングとかっていうのでディフェンスがね下がり始めるっていう、うん、それに対してのシュートっていうかドライブからのシュートそういうのをねちょっとオフシーズンめちゃくちゃ練習しているのでまあそれをどんどん使ったりとかオフボールスクリーンとかも使ってどんどんね効果的なシュートがどんどん増えていくから今年はねより楽しみになるしまた応援来てよ、翔吾。はい。これをなんか、その動画とかに出して大丈夫って、なんか来年っていうか今シーズンに響くんじゃないって言われると思うんですけど、もうすでにね、なんか YouTube で、まあ、コーチダニエルっていう人が、もう英語版っていうか、まあ、それで動画出しちゃってるのよ。もう全米に配信されてて、それも2ミリオンで、2ミリオンぐらい見られてる。ぐらいの本当動画が出ちゃってるんで、まあ、別にもう、まあ、チームっていうか、まあ、試合するのはアメリカ人っていうかアメリカのチームなんでディビジョン3のチームなんでだからまあもう出ちゃってるからもうスカウティングされまくってるんですよね自分たちもだからまあそういう意味では、まあ、日本の人たちに少しでもねそれこそまあシューターとかコーナーで待ってる選手がいると思うんですけどディフェンスを見てカッティングする時もあれば、まあ、こうやって状況判断をしてやることでよりいい効果的なシュートが打てるんじゃないかなと思います。あとはまあコーチの方々にもまあいろんなバスケットボールがまあ多分ピックアンドロールが今トレンドなのでそれを使う時もあると思うんですけどそれ以外にもこういうオフボールの動きだったりとかドライブの方向だったりとかそういうのをもっと意識してやってもらえるとよりいいバスケットボールができるんじゃないかなと思ってます。それではまあまたいろいろと動画を上げていきたいので少しでもいいなと思った人はチャンネル登録と高評価グッドボタンせーのよろしくお願いしますそれじゃあ、次の動画でまた会いましょうじゃあねー。